岩佐君、クラシックはそうじゃないよって、クラシックはこれだよって言われて差し出されたのが、あ、この黄色い箱。斉藤店長がデートに行く前にめっちゃ振りかけていくやつ勝負かかってる時に。いつも奥地ネットワークをご覧いただきまして誠にありがとうございます。奥地の岩佐です。今日はよろしくお願いします。なんかいつもと違うセットですね。そうですね、はい、あのテーブルを新しく導入しまして、今回初めてな、今回初めてですね、使うの。以前グジのアウトレットのお店の店頭で使ってたテーブルでして。あ、そうですか、はい、うまく再利用。それを僕 の、うん、あの PC デスクにしてたんですけど、はい、ちょっともったいないなみたいな感じで、まあいいんちゃうかと思って今回からまあ使ってみたという。テレビショッピング系の。そうですね、商品紹介します感すごいですもんね。そうですね、ご覧いただいてる通り香水というかね、香りものなんで画面でなかなか伝えづらい、ね、伝えづらいところはあると思いますけど、うん、はい、まあ、なんか雰囲気だけでもね、その伝わればなと思って。グジの、まあ、香水といえばアクアデパルマ、店頭でねご覧いただいてご存知いただいている方も多いかもしれないですし、もうあのアクアデパルマ自体もう何十年も前から知ってるよっておっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、イタリアの名門中の名門ですね。アクアデパルマっていつから取り扱い始めたんでしたっけ。あと2017年の、秋冬のシーズンから。まあ、なぜ取り扱いを始めたかと申し上げると、大学時代の友人がこのアクアデパルマの商社に当時勤めておりまして、 PR チャンネルとかでもね出ていただいたんですけどね、まあ、谷口くんという友達がいて、彼がまあこの輸入の商社に出向でこのアクアデパルマの商社さんに来ていたことがあって、その時にあっちゃんようやくやってくれそうなもん持ってきたでみたいな、それがこれでした。いやいやもう知ってるよみたいな、めちゃくちゃ有名やもうすぐやるわみたいなすぐやるわって感じ。いや一応ヒーコに相談してね、アクアデパルマ谷口くんから紹介来たんですけど、やりたいんですけど、もう全然やろうって2つ返事で、もう結構2つやってたと思う。僕のそのアクアデパルマとの出会いは結構若い頃でして、学生時代にちょうど今から20年以上前ですかね、タイヤ対大阪店ができた時に、おなじみ加賀さんがいたところですけど、タイヤ対大阪店って加賀さんともう一人スタッフの方がいらっしゃって、その人がその時まで僕ハイブランドのメゾン系のブランドの香水をつけてたんですけど、岩佐君クラシックはそうじゃないよって言われてクラシックはこれだよって言われて差し出されたのが、あ、この黄色い箱、アクアデパルマ一瓶なんか知らない、いただいて。あ、そうなんですか。いただいてそれをつけたのが初めてのアクアデパルマ。黄色い箱っていうことはコロニアっていうことですか。そうです、これでした。コロニアしかなかったぐらいの頃やと思います。こんなにたくさんメディテラネアの青いシリーズ、はい、出る前だったと思いますので、アクアデパルマといえばこの香りという時だったとは思います。まあ、じゃあ今22、3歳とかで入ってくる人が生まれた頃ぐらいにはもうつけてたってことなんですね。つけてましたよ、大学3回生の分際で、はい、すごいライフスタイルですね。やっぱりこのアクアデパルマに出会ってからは、まあ、装いであったりとかライフスタイルに応じて子供から紳士になっていきたいと思う瞬間とともにあったような香水かなと。ブリオーニのジャケット着て、ね、ロータのロータ履いてパンツ履いてアクアデパルマつけてで大学行ってたんですよね。大学行ってました、ほんまに。ちょっとうっすら笑ってしまうんですけどすごいことですよねいや今お前はねそれしか見えてなかったんで、こんなんですよ、はい、見えてなかったね。友達とかそういうね人のつながりも絡んでますし、それを自分たちで作り上げたお店で並べることができるなんてもう嬉しいとしか言いようがない感じ、ね、嬉しいとしか言いようがない。アクアディパルマの魅力ってどういうところにあるんですか。もう何十年もの間一種類でやってきた、まあ、要は定番がある、ダントツの定番があるっていうことと、基本的にこのコロニアというシリーズのこの柑橘系のベースになって、このベースがないと多分この全部生まれなかったはずなんです。基本的にはこうシトラスがベースになってるので、昔から有名だったんですが、さらにトップブランドになってきてると思うんですよね。グジにこんなすごいブランド置いていいのかなと思ってるぐらい、僕にとってはもうスーパーブランドだと思います、はい、あれ暑い。いや別に大丈夫です、はい、暑すぎる。熱く語っていただきたい回なので、定番のシトラスをベースにこう生まれた青いシリーズ、このブルーメディテラネオのシリーズが人気ですよね、はい、そうですね、まあ、意味は地中海っていう、メディテラネオっていうのがね地中海という意味で、島々であったりとか地中海沿岸の地域をイメージして作られている、それも柑橘がベースになった香りばかりですね。ブルーのシリーズは全体的に爽やかにまとまってる感じですね。そうですね、フレッシュに、特に吹いた瞬間が爽やかな匂いがして、まあ、徐々にこう柔らかくなっていく、最後は本当に柔らかい甘い匂いになるという。コロニアの方はかなり落ち着いているというか、そこまで柑橘の香りが強くしないような落ち着いた雰囲気の香りがしますよね。なんか大人っぽいですね。
簡単に言うとね、そんな感じですよね。僕もあの20代前半付けで出たのはちょっと早かったかもしれないですけど、そろそろちょっといいんちゃう、いいんちゃうかな。柑橘系がベースなんですけど、こうどっしりとしたこう、ね、落ち着きがあるというか、に比べると比較的爽やかで、こう若い人からあの女性が買っていかれる方も思います。もともと本当に紳士の洋服にこう合わせてっていうようなね、創業がパルマなんですけど、パルマの仕立て屋さんがお客さん納品するときにこれを一吹きして納品してたっていう、しゃれてますよね、しゃれてるしゃれてる、まあ、そういう言われのあった香水ですんで、日本の代理店であっても作ってるとこ見せてくれないっていうね、門外不出のレシピとかがあったりするんですね。だからここら辺で香りの説明を、それこそ香りのイメージが名前になってるんですよね。コロニアもコロニアという名前が、そのままコロンという名前がついてるんですけど、この青いシリーズ名前がね全部違うんですよね。ちなみに一番人気はどれですか？お店で一番人気は、はい、結構ダントツだったりするんです。こちらダントツ、アランチャリカプリ、日本語にしますとカプリのオレンジですね。直球っすね。カプリのオレンジという名前です。はい、これね相当爽やかです。甘すぎない爽やかさがあるって感じですか？そうです。パッと吹いた瞬間ふわっとオレンジっぽい匂いが、しばらくそれが続いて、ほって最後甘い。なんか確かに一番、僕も実際香りを嗅いでますけど、一番こう癖がないというか。そうですね。東京の斉藤店長がね、京都にいた時ね、これを吹いて夜出かけて食事してるところのおかみさんに、それいい香りだねって、おかみさん買いに来てくれたぐらい。あ、そうなんですか、はい、すごいですね。普通料理屋さんで言われたら嫌味かな思うじゃないですか。そうですね、うん、香水つけてくんなやみたいな感じです、ね、特に京都ですしねそれとなく嫌味言われたらなと買いに来てくれたぐらい、はい、あ、それはほんまですね。ほんま早く帰ってくださいって意味じゃなかったんですよね。そうなんですよ、そう思うじゃないですかでも斉藤店長があの普段つけてるのはねまた違うんですよ。2番人気グループですね、これです。ミルト、まあ、ミルト、これあのスタッフ間ではでもね人気高い。ミルトにパナレア、パナレアは島だと。西出さん、ミルトはもう思い出深いじゃないですか。思い出深くはないんですけど、はい、まあ、お酒とかねやっぱり、はい、いわゆる薬草系のお酒とか結構好きなので。そうそう、まあ、こっちで陽明酒的な感じの薬草系のアルコール、ちょっと強めの薬草っぽい香りがして、その後すぐに柔らかくなってくるような感じ。印象としてはどんな感じなんですかね。アランチャ爽やか系、ミルトはちょっと落ち着き系やと思います。ちょうど間ぐらいのちょっと苦味のある柑橘系のベルガモット、これも相当人気は高いですね。グレープフルーツのようなちょっと苦味が柑橘の中に入ってるんで、受け入れやすい人が多いと思います。特に男性の方。アランチャよりもちょっと苦い感じなんですか？うん、そうです、そうです。同じような感じのタイプの香りは他にあるんですか？はい、あります。キノット、これも3番人気ぐらいのグループですかね。はい、BR チャンネルで寺田さんがそのキノットをすごく気に入られて、はい、それですごい人気が出た印象があります、ね、ああ、なるほど。僕キノットって名前自体はジュースの名前とかで売られてるのをあのイタリアで目にしたことがあったんで、キノットディリグーリア、まあ、ジェノバのある州ですね。リグーリア、仲介園が。キノットって何なんですか？オレンジと橙の間ぐらいかな。甘くないみかんをわざと砂糖漬けして甘くした感じの飲み物がキノットっていう飲み物であって、でそれに結構香りで言うとそっくり、結構どれも人気は高いんですけど。全部人気ですよね、はい、初めからあるやつにしましょうか。はい、これはフィーコ、フィーコでアマルフィ、アマルフィのイチジクっていう意味ですね。確かに吹いてみるとイチジクのようなこう甘さと、これも女性人気高いんですよ、はい、甘さが、はい、あるんで。もうあと2つに関しては実は果物ではこうイメージがないんですよね。マンドロディシチリア、シチリアのアーモンド、柑橘系というよりかは吹いた瞬間やっぱり甘い。これも女性人気高いですね。徐々にすごく落ち着いた香りになってくるんで。まろやか系なんですね。まろやか系です。で最後、一番最新作ですね。チプレッソ・イトスカーナ。トスカーナの、うん、チプレッソ。木の香りなんですね。糸杉っていうんですか、あれ。細長いです。糸杉っていうみたいです。針葉樹の香りをイメージ。その名の通りウッド系です。パワーも一番強いと思います。はい、これは男って感じです。じゃあせっかくなんでちょっと、ね、はい、その気になる香り。あ、気になるやつね。はい、じゃあ どうぞ。あ、いいですか。どうぞどうぞ。あ、どうも、オンライン担当の西江です。香り鍵担当としてやってきました、はい、ちょっとね、何からいきたいですか。ミルトから。やっぱミルトから。ミルトからいい。ジンに薬草つけたりとか。そうそう、昔からね、そういうアルコール度数の高いのに草をつけるっていう文化がありますもんね。そうですよ。もうこれ、あ、懐かしの匂いしません？ミルトを飲んだ時の。あ、ミル、最初にミルトを含んだ時のあの鼻から抜けていくあの匂い、うん、そうですね。ミルトのあの、まあ、トロッとしてたりするじゃないですか、ああいうお酒って、まあね、雑味がない感じというか、甘くしてない感じ、そうですね、あんま甘くないでしょ、うん、スパッとくる感じで、うん、確かにこれはいい香りですね、うんうんうん、
爽やかです、思ってた以上に。そう、これだから斉藤店長がデートに行く前にめっちゃ振りかけていくやつデートみたいな時に。それどうなんですか。え、僕らね斉藤店長知ってるんで、はい、勝負かかってる時に。でもなんかあの、男性としての余裕がある感じはします、うん、この香り。落ち着きもあるでしょ、なんか、はい、爽やかさとともに。20代30代の機敏な動きする感じじゃなくて、はい、ちょっとどっしり構えて安心感がある方のイメージがしますね。斉藤もひょっとしたらそうなっていきたいな、どしっと構えたい。ちょっとジャンルちゃうと思いますけど、ね、これは僕すごいいい香りだと思いますね、うん、いやこれをね、うん、好まれる大人の男性の方多いと思います。次何行きましょう。キノット。キノット、はい。確かに BR さんの時に寺田さん、確かに、いやあれすごかったですよ。僕も通販担当なんでね、商品梱包したりするのを見てますけど、それはもうキノットキノットキノットでしたからね。これでもマニアックですよ。結構甘くないですか。でも甘苦い、ま、確かに甘くてちょっとこう柔らかいけどこう刺激があるというか、優しいのにワイルドさがあるみたいな、そういう感じですか。僕個人的にこのブルーのシリーズこれなんです。あ、湯浅さんが使ってるやつですか。優しくてどっしりみたいな。確かに分かる気がする。では寺田さん効果。いや、寺田さん前から。寺田さん前からいや、で寺田さんで確信に変わったみたいな。確信にね、これやみたいな。複雑な感じの香りがするので、人間の奥深さがこの中に凝縮されてるような感じはしないではないです、ね、もう自分が褒められてるようでなんかいい感じです。なんかねこのちょっと人としては流す、ね、厚みがさらっと流して流したんでしょうね、うん、結果としてさらっと流す。その20代でコロニアつけてた人に言うのもなんですけど、ちょっとまあ、あこれか今ちょっと開きれいになった。40代ぐらいに、ね、なってきて、うん、ある程度ねたくさんのことを知られてた方でもちょっと新しい発見をしてもらえるような感じの香りですね。そうですね、はい、これも捨てがたい。捨てがたいですか、よかったです、はい、次これ多分ね、マンドルロ。マンドルロ、これね多分ねびっくりされるんじゃないですか。もうすぐ書いてください、すぐ。ああーはーはーはー。これね、良くない表現かもしれないですけど、吹き始めはなんか、うんうん、あのウイスキーボンボンみたいな感じ。すぐ吹いてくれてちょっとずつ変わってくるんで、うん、もうすぐ変わって、はい、すぐはそれなんです。すぐまろやかな甘みもありながらっていう感じの香りに変わってますね。そう、正直アーモンドの香りあんまりわからないんですけど、アーモンドって、まあ、デザートスイーツのね、いつも塩振ってあるやつしか食べないんで、おつまみのおつまみのやつなんで、うん、これが本来のアーモンドなんか、まあ、抽出エキスみたい、うんうん、エッセンスみたいな感じなんでしょうね、はい、これはこれでウッド系の甘さというか柔らかさが後から出てくる感じですね。拭いてからしばらくの方がこう素敵な、まあ確かに、はい、体につけるとねまたちょっと感じが変わってくるの で、うんでね、体につけると多分ウッド系とかバニラ系が少し残る感じで、まあ、女性とかがさらっとつけてると、あ、すごいなんかエキゾチックやなという感じがしますね。エキゾチック、こう神秘的な感じもしますし、そうですね、結構この中でも男女兼用でもいいんじゃないかなと。確かに、はい、まあ、僕はそうですね、今嗅いだ感じやと、そうですね、まあ、確かにキノットみたいな人になりたい。キノットみたいな人になりたい、うん、でもまあやっぱりミルトかな、僕はミルトがいいですね。香水はこの辺りぐらいで、こっちばっかりなんで、こっちも、あ、こっち、はい、こちらでも前半でおすすめしてた香り5種類で、このディフューザーが、ディフューザー使ってます。ディフューザーはもう使いに使ってますね。玄関に一つ、はい、リビングに一つ、トイレに一つ。香り全部一緒ですか。別です。ああそういう使い方もいいかなと。ディフューザーって全香りあるんですか。全香りなくてこの5種類ですね。そのアクアデパルマとして展開されているものすべて一応グジにはあるって、はい、あります。ちなみに何の香りがあるんですか。アランチャ、キノとミルト、ミルト、フィーコ、フィーコ、ベルガモット、ベルガモット、そうです。と、コロニア、はい、コロニアもいいですよね。ですよ、もう僕ほんまにこれ好きなんで、はい、お店、京都店この匂いにしてるんで。なんか不思議と、はい、こっちの香水の方だとちょっと僕には強いかなと思うんですけど、このディフューザーになるとコロニアが一番好きなんですよね。あ、なるほど。これ使い方で聞いたんですけど、なんか刺す本数でやっぱりこう、あ、その香りの広がりが、はい、強められたり弱められたりとか、あと強めたくない時はもう半分ぐらいしか刺さずに、その方が減りも少ないしと、まあ、3本とか4本ぐらいで、はいはいはい、これは僕一番コロニアが好きですね。
そうですか、ありがとうございます。いや別に、まあ、20歳ぐらいの人に言ってるわけではないんですけど、まあ、でも20歳のこの家にあったらちょっと引くけど、好きすぎる、好きすぎる、どういう音になるんやろうと思いますよね。いやもう志がクラシックなイタリアに向いてればもう全然始めてもらってもいいよ。で販売中のサイズなんですけれども、このコロニアに関してはコロニアの中で最小サイズの 50mm、このブルーのシリーズは 30mm と、一回り大きい 75mm。 30mm というのはお試ししやすいサイズそうですね、ですね、はい、ちょっと気になられた方はね、はい、ぜひ宮司に来ていただきたいですね。はい、まあ、全店舗宮司にねテスターを置いてますんで、はい、シューターはねもうワンサイズですね。このコロニアの方は少し大きめな、ドンとしますよねコロニア。これはねもう1年ぐらい持つんじゃないかなと思いますよ。これはね小ぶりなんで、うん、まあまあ、 あの半年とか持てば、うん、という感じかな、ね、とは思いますけどね。では一通り ね、はい、ちょっとでも興味持っていただければ、はい、あのぜひご来店いただければ嬉しいので、はいはい、よろしくお願いします。全然あの試してくださいって感じですね。なんか告知とかあれば、はい、最近ね一つ始めさせていただいたことが、サイト上でスタッフスタイリングね、あのスタッフが実際に商品を着てスタイリングを披露してるやつ、はい、店舗にいる、はい、スタッフがおすすめのコーディネートを載せてますんで、ちらっと覗いていただければ嬉しいです、はい、ではまたよろしくお願いします。ありがとうございました。